はい、西教授です。ポレプレイ文読会講義例題12、今回は、1回でやってしまいます。 The fact that animals reveal knowledge of things as time goes by and consequently their interest in them。 まず The fact that、 ここは that、 こいつがどういう役割をするかと、もちろんもう毎回書くけどどこまでか、これを考えますね。もう予習段階でさ、この部分見ながらざっとチェックつけてどこまでかっていうな、西はと思いながら勉強するようになっていくといいと思うよ。で、Animals lose their knowledge of things。 まあ動物っていうのは物事についての知識を失う。 As time goes by、 時が経つにつれて、この as っていう接続詞、こいつはまあどこまでかと考えるんだけど、後ろに変化、時間が経っていくっていうのは変化だよね。変化を表すものが来ているときは何々に連れて、こういうような意味になることが多いです。まあ as の用法っていうのはいっぱいあるんだな。これはもう英文読解入門読んでれば as だけで、一つの項目を作ってるぐらいだが、まあ、要は as っていうのはね、めんどくさい単語なんだよ。前置詞もなるし、接続詞もなるし、副詞にもなるし、まあめんどくさい単語だし、もともと語源自体が all そうだから、全部ひっくるめて大体そんな感じみたいな、 all の a と so の s とくっつけちゃった。だからまあ大変な単語なんだけどね。で、後ろ sv が来てると接続詞と思い、まあ接続詞ではまあね、なんかと一緒っていう感じだ。だから理由になったり、こう時になったり、まあするけども、まあもともと一緒っていうところから行くんだなと思いながら、英文読解入門のアズのところを読んでくれればいいでしょう。で、変化が来るときには連れてってなる。例えば As he grew older、 grew older は年を取るね。年を取るに連れて、年を取るのと一緒にとか、要はアズの基本は一緒だよ。基本はイコールだよ。だってリガード A as B だって A イコール B でしょ。基本はイコール、そこからいろんな意味が発生するというふうに思っておいてくれればまあまあいい。で、これは時が経つにつれて、これは物事についての知識を失う。で、この The knowledge of things も物事についての知識って思っていいが、これをことにしなきゃいけない場合だったら、彼らが物事を知っていること、名詞項もね、ってする場合もあるよ。次、and。さて、and は何をつなぐか。で、that はどこまでか問題がまだ残ってる。で、consequently。これはその結果。ということで、副詞だ。だけど、その結果とつなぐ副詞はない。その副詞と副詞を and がつなぐ場合もあるから、注意しようね。でも、consequently とつなぐ副詞は当然ない。から、副詞は文の成分にならないから、括弧をつけて、で、their interest in them。 いや、それらに対する関心っていう名詞。じゃあ、アンドは何をつないでるかっていうと、このアンドは、物事についての知識、それらについての関心。こうなるから、全部はもちろん、この物事っていうことになる。そして、ざっとはここまでになる。ここまでいいかな。で、ここでじゃあ、ざっとは何なのかっていうと、The fact that の場合っていうのは、参考33ページの2にある。大体においては同格だ。が、関係代名詞の場合もある。ですか？じゃあ、それはどうやって判断するかというと、that の塊がどこまでかを見て、その中に、that以下に、まあ、名詞が抜けていれば関係代名詞。で、その後ろがこれだけで完全な文と言えれば接続詞と考えますね。テキストを見ますよ。参考の2の1です。 The fact that he told me disappointed me。 これは he told me の中には tell O1 O2 の O2 が抜けているので、
これは関係代名詞です。彼が私に教えてくれた事実は私をがっかりさせた。それに対して2番 The fact that he told a lie disappointed me。 これは The fact that he told a lie、 彼が嘘をついたは文として完結してますよね。だから that は接続して同格です。彼が嘘をついたという事実は私をがっかりさせた。でまあ、ことが主語で不自然だと思うならば、彼が嘘をついたという事実を知って私はがっかりした。この訳し替えは、無生物が主語になった場合っていう時にもうやりました、ね、というようになるわけです。だからこれがどこまでかを考え、かつ関係詞か接続詞か、関係代名詞か同格で接続詞かはちゃんと判定するということはしなきゃいけません。で、ほとんどの場合は The fact that that が書いている場合はかなりの割合で同格ですけどね。でも可能性をちゃんと考えて判断するは大事。で、ここでカンマがあるのは何であるのかっていうと、これは長い主語、まあ、どこかでカンマはどういう時使うかをまとめたいと思うんで持ってるんだけど、いつやるかはわからないな。まあどっかでやるんじゃないかなと思ってますが、長い主語なんで一体カンマで区切るっていうことは割とあります。というかまあ長いとかなりの割合できる。で、アカウントフォー、ここで動詞になります。だからざっとからここまでがファクトと同格で、アカウントフォーが動詞になります。で、アカウントフォーは説明するっていう動詞なんだけども、まあ、人が主語だったら何々を説明する、言葉主語だったら説明になる、この言葉この説明になる。で、場合によってはさっきの無生物主語で人をメインに考えるならば、ことを知ればざっと以下が分かるとかね、そういうような訳。だからこのアカウント4の訳は、まあ、訳自体は様々可能ですよ。ことが王を説明する。で、まあ不自然じゃなくないと思ったらそれでいいし、ことが説明となるとか、説明とか場合によってはことが原因となるとか、ことが原因の説明となるとか、その辺を展開してもいいし、まあそれは同じ意味になるならばどれでも構いません。アカウント4のちょっと変わった使い方としては、何々の割合を占める。例えば The company、 その会社は accounted for 80% of car sales in Japan。 car sales、 車の売り上げ in Japan、 日本の車の売り上げの何パーセントを占める。これはね、図表問題でよく出てくるからしとこうね。割合を占める、 S が4以下の割合を占める。この場合は説明となる。で、デア、もちろんデアは、アニマルスですよ。アブソルト、バカげた、ビヘイビア、行動。In many situations、多くの場面で。から、動物は、時が経つにつれ、上にしか書かないよ。物事についての知識を失い。その結果、これでこれつながるな。アンドがつながるのは同じ役割だから、ルーズの目的で、いいね、アンドがつなぐものは同じ役割だからね。物事についての関心も失ってしまうっていうことが、多くの状況における動物たちの、彼らってやめた方がいい、人っぽく見えるからね、馬鹿げた行動の説明となる。これを知れば馬鹿げた行動の説明がつくが分かる。でも構いません。で、この図はもちろん動物を受けているアニマルだよ。constantly interact、 interact も前回ですね、 inter 間で rapt だから中断するんだ、間を遮るんだね。 one line of action、 一連の行動を中断する。 to do something else、 他のことをするために。 and
They may come back to the first activity. 初めの行動に戻る。or この or も同意接続詞ですよ。だから and とか or が来たら分かってる場合はいいんだけど、つまり見ていきなり分かる場合はいいけどね。そうじゃない場合はどことどこを繋いでるかはちゃんと考える。ここは forget。これは forget からと come からで、やっぱりメインの支配は受けてると。こういう時、まあイントロダクションで言ったけど、適当スラッシュ読みだったらここでメインの支配が切れるように見えちゃいますかね。ちゃんとメインの支配は続いてると。メインは後ろまでつながると。こう考える方が自然だ。Forget it all together。It はもちろん、初めの行動に戻って、それを完全に忘れてしまう。っていうのは、初めにしようとしていたことだね。ほら、動物たちは常に他のことをするために一連の行動を中断し、ね、これを中断し、そして初めの活動に戻り、その一連の行動を、ね、全く忘れてしまうかもしれない。こうなる。これも変なところで切らないでよ。おはちゃんとチェックして、で、一頭はちゃんとここで、もちろん役はそれよってやっていいけどね。一連の行動を中断し、で、最初の活動に戻り、で、それを忘れてしまう。完全に忘れてしまうかもしれない。まあ、これよくあるじゃん。例えば、なんだ。冷蔵庫に行って、ビールじゃなくて、水を取ってこようと思ったと。ね。だけど、ふっと他の子、あ、ちょっとトイレ行こうと思った。から中断する。そしたら、あれ?と思ってもう一遍机に戻ってみる。で、あれ?自分は何しようとしてたのか忘れちゃう。まあ、よくある話だ。まあそういうのを聞くと、あれ?俺も動物かよと思うけど、まあそういう感じだよね。ここはやっぱり正確に読むには、まあ and とか、この and は分かりやすいからいいか。or とか、指示語とか。でメインの支配とか、メインこうなるか、ここからここまではメインだよ。きちんと見えてないと困るわけだな。Human beings on the other hand, on the other hand, ってのは他方。他方、人間は。っていうから、この場合は動物対人間。これがまあ対比されるわけだね。だからまあそうじゃないって言いたいわけだ。Thanks to language。このカンマカンマは挿入的に使われていて、Thanks to は何々のおかげで。言語のおかげで。もちろん言語は不可算命して使ってるね。とにかくこれまでやったことは、ポツンポツンと確認していくから確認になるようにしてね。言語のおかげで。Are able to pursue one purpose or to act in relation to a principle or to an ideal over a long period of time. ここでは文章をこういうようには書いたけど、まあ、なぜこう書いたかというと、and や or、ここは or の練習してるんで、でこれまで and の練習いっぱいやってきたから or の練習を入れてみたわけだね。 and も or も同じパターンで統一接続詞でどことどこをつなぐのかを見て、つなぐものは同じ役割をするということを考えたいわけで、この場合、or があって、to act ってなってるから、こことここだな。ということは、are able to の to だな。同じ役割だから、一つが be able to の to であるならば、もう一つも to be able to の to であるはずだよね。次、act in relation to a principle or to an ideal。これは
このオア、もう一遍オアだな。こいつは to a principle と to an idea。 これをつなぐから in relation to 何々と関係しての to、 これがオアになる。こういうことだ。ここまでいいね。で、まだあるんだよ。 over long period of time。 この period っていうのは前回やったばかりだね。期間、長い期間にわたって、オーバーは期間にわたって。この長い期間にわたってはどこにかける？場合によってはここだけにかけちゃうこともありうるよね。でもこの場合は大きな構造をとると、動物対人間で、動物は時が経つにつれて失って、結果的になくなるんだね。その対比だから。ということはこれは人間全般に対して言いたいよね。ということはアクトだけにかけるんじゃなくて、長い期間パーシューしたりアクトしたりできる。じゃないと時が経ったらできなくなっちゃう。長い時間できるって言いたいわけだから、それを考えるとこの over long period of time、 長い期間にわたってっていうのはこの2つ、まあ、区切っていいのかな、区切ったとして、この両方にかかってないと合わないわけだ。つまり動物短期間、人間長期間、こういう話なんだよ。だからこれで、他方人間は言語のおかげで、訳としてはここから言うとね、長い期間にわたって一つの目的、これはごめん、を上を見てそのまま書いてある、追求したり、一つの原理、原作や、お一つの理想に関係して行動することができるんだ。こうなるわけです。まあ、ここは、まあ、構文的には、まあ、ちょっとここで名詞構文の練習もしたけど、この場合別に使わなくてよかったし、使っちゃ変だったよね。ダースの説明をしたし、からアンドをちゃんと取ろうとしたし、それからアンドを取ってメイの試合を受けていることを考えた。それからここではオアを取った、もしくはここでもオアを取った。ということでアンドとオアを練習したい、そのために挙げた例文であって、そこにはプラスアルファがいろいろ入ってきてるけどね。で、まあこの例文をポレポレの中のこの位置づけで入れた理由は、アンドをずっとやってきたからオアも同じだよって、アンドとオア丁寧に取ろうねっていう話なわけだ。それにプラスアルファされたところはしっかりとプラスアルファとして勉強してほしいけども、まあポレポレ自体の大きな流れとしてはアンドやオア、今度はオアっていう話なんだな。で、まあ動物っていうのはそういう点ではすぐ忘れちゃうと、人間っていうのは言語のおかげで長期にこうできるって言ってるけど、記憶、ほらショート短期記憶と、長期記憶の話は、まあ、やってると思うね。信号になったよって話だよね。で、動物の方、例えば猿の方が短期記憶は優れてるんだ。で、人間の方は長期記憶は優れてるんだ。で、まあ京大の霊長犬で、まあ、モンキーセンターっていうのがあって、そこに京大に入ってうちの生徒を送り込ましたんだけど、先生体験してきましたってめっちゃ面白かったらしいんだよ。こう人間と猿がさ逆転して、人間が檻に入ったら猿はどんな行動するかってみんなに飛んできて蹴ったりするんだよ、檻を。めちゃめちゃ怖かった。そしてまあ、さすが兄弟だからこう猿の人権って言わねえか、尊重していて、自由意志を尊重していて、実験室に猿が入りたい時は入る、入りたくない時は入らないっていうことなのね。で、入った時に人間と短期記憶の勝負させるんだ。一体こう勝負したんだよ。でこうやってマス目がついててパッ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 と光っていくわけね。
どの順番で光ったか、その順番をその通り押さえるっていうので百戦百敗で、兄弟の人たち本当に根性悪いからというか、こう面白い人たちだから、お前さ猿以下だ、次猿に勝てよ、猿以下だ、記憶力猿以下だって散々言われて、そいつ兄弟医学部なんだけど、もうめっちゃ落ち込んだってっていうメールが来たんだね。でも、あ、そうか、短期記憶は圧倒的に負けるんだと、それは生存っていう戦略なんだと、でも長期記憶は人間の方が勝つんだと、それは生存戦略なんだっていうことが、まあよく分かったという感想をくれて、なんかすごい面白かったです。まあ、短期記憶はやっぱ動物が勝つ、だけど長期記憶に関しては人間が圧倒的に勝つというような、まあ、一応学習データが出てて、まあ、そういう点では、まあ、人間っていうのは言語だけじゃないんだよね、実は。でも比較的記憶を連想しながらストーリー化することで長期記憶化できることができる、あ、できることができすることができる。だんだん下が回らなくなってきた。というわけで君たちも、まあ、授業をストーリー化することで長期記憶に変えてほしいっていう話をするための雑談だったんだけどね。まあ、こうやって授業を見直していくと、だんだん授業がポリプレが一つの流れになってきたなっていうふうに思うようになると、まあ長期記憶に変わっていくよというわけです。では今回はこれまでです。 See you!